はい、おはようございます、こんにちは。今日は3月の13日ということで、毎週日曜日にお届けしているウィークリー田原をお送りします。今日はですね、僕の1週間やってきたのこのことの振り返りと一緒に、今週のイベントことと来週のこともですね、ちょっとお届けしようかなというふうに思います。で、今週もですね、いろんなこともやってきましたけれども、マーチャントクラブの福岡支部、僕がやってるですね、運営しているコミュニティも、もう今半年が過ぎましてですね、もう今20名以上の方がですね、来ていただいています。もうすぐ30になるかなっていうところでね、僕も頑張っているところですけれども、そのメンバーとですね、一緒に今週はズーム相談会ということでもやってきました。で、集客ノウハウとかセールスの仕方とか、なんかそういった部分もいろんなものもありますけど、結構悩み相談をしているときに、やっぱ気づいたところでいくと、大きなことっていうよりは本当にこのちっちゃな歯車とかちっちゃなピースがちょっとわからなくて前に進めてないっていう方がやっぱいらっしゃるなというふうに思ったりとかしたんですね。で、逆に言うとそのちっちゃなちょっとの部分をはめるだけで大きなものが動き出すっていうふうにやっぱり思いまして、あ、なんだそんなことだったんですねっていうような言葉がすごくですね、僕の中でも印象が大きかったです。で、みんなやっぱりビジネス事業とかね、いろんな部分でやってる中でもこれどうすんだろうとか、なんか分かんないなっていうふうに思ってることも人に話すことでやっぱり解決することってありますし、すごくそのスピードが速くなります。なので僕もですね、4月から新しいちょっと今企画も立ててるわけなんですが、これどうかなっていうふうに思ったところも話をねしていって、詰めていくと、あ、これ面白そうだねみたいなことがやっぱりね降ってきたりとかするので、やっぱ人との出会いというか、話をしていくってことはすごく大事だなというふうに改めて感じました。はい。で、他にもですね、僕は今週やってきたことの中でもですね、ちょっとですね、まだ決まってはないんですけれども、引っ越しをですねちょっとしようかなというふうに思ってまして、今、いろんなところね見たりとかしております。で、まあいいところね、まあまあというか結構ね僕の中ではいいところ、今よりもね家賃結構上がるんですけど、でもやっぱりそういう環境に身を置くっていうものもすごく大事という言葉ってね、僕は今ちょっとチャレンジね新しくしようと思ってます。で、ビジネスステージを上げていくとか、ライフステージを上げていくっていうところで、僕が副業の時からですね教えてもらってたことの中で、この3つを変えるといいよって言われたものがあってました。それが何かというと、衣食住みたいな感じですね。で、1つ目は何かというと、付き合っている人を変えると。で、2つ目は仕事を変える。で、3つ目は住んでる場所を変える。この3つのどれか、もしくは全部をやると人生が大きく変わっていくということです。で、改めてやっぱり思うと、人生の中でもですねすごくウエイトを占めているのは人付き合いだったりとか、あとはね仕事も1日半分以上はもう仕事のこと考えたりとかしている人結構多いと思うので、そういう仕事のことで、住んでる場所とか寝る場所とかですね、寝具とかも言いますよね。やっぱり睡眠の質を上げると人生の質が上がるって言われたりとかするように、なのでこういう付き合っている人を変える、仕事を変える、住んでる場所を変える、これを意図的にやるといいよっていうふうに思っております。で、僕もねいろいろな方ともお話しした中でも一番手っ取り早いのは住んでる場所、はい、僕が副業の時も結果を出したいなって思ってた時は、会社よりも遠かったらその移動時間がもったいないから、だからあえて会社から歩いて行ける距離の場所に引っ越しました。はい。あとは東京にいる時もですね、府中というところに寮があったんですけれども、でも自分の意識もね開拓というかしていくためにも23区内にね引っ越してみたりとか、はい、あとは今度も新しくですね、今あるところじゃなくて、例えば結構ねレベルの高い方たちとかステージが高い たちが集まっているような場所に住んでみるとか、なんかそんな部分もですねいろいろと考えておりましてですね、やっぱそういう一つ一つの変化をやっぱり自分自身がやっていくことによって大きな変化が現れるっていうふうに考えております。なのでなんか今ちょっとね動きが止まってるなとか、なんかもっと大きなね売上成果を出していきたいなというふうに思ってる方は、もしかすると場所とか、あとはやってることとかやってる仕事もガラッとね雰囲気変えてみるといいかもしれない。で、仕事っていうところで考えていくときに、なんか自分の商品サービスを販売していくとか、高額サービスを作って
販売していくっていうのが結構企業塾とかビジネス塾とかでは当たり前に言われていることなんだけれども、そもそもそれって本当かなっていうふうに考えるのも一つ手なんじゃないかなと思うんですね。でそもそもなんで高額商品売らなきゃいけないのか、別に3万円のね、30万円の商品じゃなくても3万円の商品が100人でもいいわけじゃないですか、はい、それに自分の商品サービスを売らないといけないとか、自分で集客皆さん頑張ったりとかしてる人も多いと思いますけれども、そもそもなんで集客しないといけないのか、集客しなくてもいいんじゃないかみたいなっていうふうに現状の当たり前をまずちょっと疑ってみるっていうものはすごくね面白いというか、なんか現状を打破できるようなきっかけになったりとかします、はい、なので集客ってなんで自分でしてるんだろうとか、リスト少ないと売れない、なんでだろうと、少ないからこそ売れることってあるんじゃないかなとか、僕も最初 LINE で100人以下しかね、100人もいない段階で、LINE のところでオファーしたこともあります。その時もきっかけとしてですね、先輩の方がですね、はい、今リストどのくらいありますっていうふうに言って、100いってるかどうか、80くらいとかでしたかねって言ってたら、じゃあオファーすればいいじゃないですかって、人ってお金払いたがってるんですよっていうふうに言ったりとかされてて、あそうなんだと思って、リストが100人いなくてもオファーしてみるとちゃんと売れたっていうような、ね、そういう経験もあるので、そういうなんか自分の思ってる当たり前っていうところをなんかちょっと取っ払うというか、いやそれ違うかもっていうふうに考えると、意外とですね歯車がねこう動き出すっていうことがあるんじゃないかなっていうふうに考えております。はい、ということでね、またいろいろと今週というか、また来週かな、明日からまた月曜日始まりますけどね、僕もどんどん頑張っていきます。で、一つねお知らせとしましては、今週というか明日の月曜日のランチタイム、3月の14日のホワイトデーのお昼の12時からこちらですね、はい、NFT の勉強会をします。まあ、勉強会っていうのはおかしいな、これ僕はほぼねこの裏方というか、まあ主催側で作っているっていうことで、実際にはこの NFT、 ブログを NFT 化するかだったりとか、画像を NFT 化するとか、そんな部分で結構最近ねメタバースとかいろいろと盛り上がってるものがありますけど、それって何なのかっていうものを、寿司さんっていう、ね、方をお呼びして、特別ゲストで、お呼びしてスピーカーとしてお話ししていただきます。でマーチャントクラブの、事務局のゆかさんがね、今そこの中でも寿司さんともすごくね仲良くというかね、すごくいろんな部分ねやったりとかしてますので、ゆかさんにね指導になっていただいて、いろいろとね寿司さんのねことをね話をしていただいたりとか、引き出したりとかしていただこうかなと思っています。でこの NFT とかブロックチェーンとかプエルトリコとか、なんかよくわかんないですけれども、あプロコトリはちょっとわかんなくなりましたね。なんかそういった部分とかも今分からなくてもその5年後10年後が当たり前になってくるっていうような世界ってやっぱりあります。なので今のうちに勉強していくというか、ちょっとね知識に溜め込んでおくだけでも、あそういえばあの時あんなこと言ってたなとか、そういえばこの前田原さんがあんなこと言ってたなとか、なんかああいうライブなんか見たなとか聞いたなとか、そういったことがねあればすごくこう話のネタにもなってきますので、ぜひね明日お昼のランチタイム時間がありましたらとか、ぜひぜひね来てください。ツイッターで今回やってますので、ツイッタースペースねやってますので、ね、押していただければ、ちょっと説明欄にも置いておきますけれども、押しておいていただければ、ちゃんとリマインドメールが届くようになっておきますので、ツイッタースペース、ね、ぜひとも登録しておいてください。はい、ということでまたいろいろとねやっていきますけれども、今週の、ね、伝えたかったことは以上となります。今日もね日曜日、僕は今日ワクチン3回目のワクチン打ってきます。はい、で明日ね熱が出ないことを祈ってますけれども、皆さんもねまた明日から月曜日ですけれども、頑張ってエネルギッシュにねやっていきましょう。では以上です。皆さんありがとうございます。今日も良い一日を。